皆さんこんにちは、わらとしひろでございます。はい、お久しぶりということで、まあ何をしてたかというと、 YouTube 以外のところでこう動画をこう作るお仕事というかが、まあなんかちょいちょいこうもらえるようになってきて、主にその締め切りに追われてたというかほんまにね、びっくりするぐらい遊んでなくて、もう非常にねラッキーなことなんですけども、今までまあいろいろこうね YouTube をはじめいろんな動画を作ってきましたけども、多分一番本数で言ったらもう大量生産、一個終わったらまた新しいなんかコンテンツとか企画を書いて、でまた作っ、またでミーティングしてで作ってみたいなことをやって、でやっとそのなんか流れがこう自分的につかめてきて、今4月みたいな具合。とにかく喋りたいことめっちゃあんねんけど、鳴らさないかんなと思って、久しぶりにもうスバル位置この辺やったかなとか、こっちやったかなとか、どこ見て喋ってたのかなとかさ、そんなんもこう思い出しながら今ですよ。まああとね、物理的にこう手が回らなかったっていうのはもちろんあるんやけど、まああと冬の乾燥にやられてたというか、肌結構弱いんで、冬なんか素直に荒れちゃうみたいな、荒れ放題、かき放題みたいな状況になっておりまして、1月ぐらいに友達と会った時に、わらさん大丈夫ですかみたいなことをこう言われるぐらい、なんか、こう、ほっぺの辺とか、なんか、顔ら辺が、なんかまあ赤く荒れて、で、手を出した市販薬が、なんか合わなくて、暴走して、で、また荒れて、引いてきたなと思って、押し切たかなと思ったら、またこう、締め切りに追われて、みたいな。で、締め切りが落ち着いたなと思ったら、今度はまた荒れて、みたいな。そんな感じですよ。まあ、いわゆるなんか、多分トナピーなんでしょうな。大人アトピーというか、日頃の不摂生がたたって、覚醒したような。多分、ここ1、2年ぐらいね、なんか冬になったら、荒れがちなやつの、ちょっとそれがタイミング悪くこう畳みかけるようにやってきて、1月2月3月とね。だからもうほんまにね、次の冬に向けてスキンケアに余念がないんですけどもまあね、この辺りもね、非常にいろいろ失敗しまして、まあなんかむやみにこう市販薬に手を出してはいけないなというか、まあそういう話もまた今度しようと思ってて、まあとにかく、まあそんな忙しい冬ではあったけども、まあ喋りたいことは山ほどあるわけよ。だから、まあちょっと優先順位つけて、どれから喋ろうかっていうことを、やっていこうと思います。まあちょっと進めかけのプロジェクトとかもありますので、まあそれも、なんとかね、追いつかないと。企画はあって、そこに俺が追いついてない状態なので、もうそれもね、迅速に対応できるようにやりたいなと思っております。あとは何だろうな、まあ、なんか連絡事項としてはしれっとなんですけど、僕自分のこのチャンネルで、まあ、こういうおしゃべりの動画だったりとか、いろんな特集だったりとか、あとはたちまちラボというDIY のね、動画で、まあ、工作をするんですけども、その工作するものにちなんだストーリーをこうなんかガチャガチャやってる、たちまちラボというシリーズがあるんですけども、まあ、しれっと、たちまちラボチャンネルっていうのを作ったんですよ。なんか理由としては、まあ、俺のチャンネルだと、こう、すごい、まあ、いろんなジャンルの動画を上げてるんで、音楽だったりとか、まあ、ガチャガチャしてんなと思って、まあ、自分的に、こう、まとまって、なんか一個のチャンネルでこれ見れたらいいよね、みたいなことになりまして、たちまちラボというチャンネルを作りました。ぜひ、登録していただきたいなと思っております。まあ、って言っても、このチャンネルでも引き続きたちまちラボの動画がアップされていくので、まあ、同じ動画が上がるやんって話なんですけども、まあ、同じではないというか、まあ、それは同じ動画上げたら、こう、YouTube さんから何やってんだっていう風に言われてしまうので、まあ、オリジナルバージョンがたちまちラボチャンネルで上げると。で、僕の方では、別エンディングとか、BGM 違いとか、なんかそういう、なんか細かい、なんか俺の趣味が前面に出たようなバージョンでアップしたいなと。この2パターンをタイプ A、タイプ B ということでやっています。とりあえず1本やってみたんやけど、細かすぎて違いがわからなすぎる、ほんまにマニアしかわからない、カット数が違うとか、再生速度が違うとか、まあ、そんなレベルで違いをつけておりますので、暇で暇でしょうがない人はね、その違いを見てほしいなと思っております。ほんまあれやで、でも、たちまちラボは見てよ、ほんまに。編集、大変なんやから。大体なんかその時の僕の新技が反映されているシリーズですよね。一番新しいのは、
あのスノードームを作ろうっていうやつなんですけども、なかなか、なかなか大変やったよね。しかもそれが、そのまあ、お仕事ラッシュの時期と重なってたんで、どん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 こう編集が遅れると、ようやく出せて、まあ非常に嬉しいんですけども、まああの手の込んでるシリーズなので、もうどんなちっちゃなところにこだわってるねんっていうね、まあそういうなんか気持ち悪さをこう楽しんでいただけるような。で、5つもあの、キッズが大人と一緒にお母さんお父さんと見てもいいような内容だと思うので、あの、ぜひこっちも見てみてください。まあとにかくあの、たちまちラボというチャンネルを新しく始めましたので、まあこっちはたちまちラボだけ上がっていく。まあ、まとまってみたい人はもうぜひ見てくださいというようなチャンネルでございます。はぁ、あ。まあ、とにかくね、喋りたいことは山ほどあるんやって。って言っても、ベース配分が全然わからなくなってるので、とりあえずね、まあ、復帰戦はこの辺にしようかな。まあね、あの、冬から、あの、いろいろ新しく始めようって言ってるようなプロジェクトだったりとか、俺がこう動画で作りたいものだったりとか、新しい特集だったりとか、歌いたい歌とかも山ほどあるので、その辺もね、もうあの、全部、出していきますので、引き続きご覧ください。ようやくあのチャンネル登録者数も1000人が見えてまいりましたので、ああ、やっぱ1000って大変なんやなと思ったら、もう何万何十万っておる人すげえなっていう話にもなるんですけども、まあまあ、まあ、こういう、なんていうの、ひっそりと、あの、やってるようなチャンネルでありますので、そろそろ、あの、1000人おめでとう動画とかやってみたいやん。まあそんなわけかな。うん、全然まとめ方もわからんけど、ね、うん。まあ、とりあえず、またまた、あの、動画、投稿を開始いたしますので、あの、ぜひともご覧ください。ワルトシュールでした。バイバイ。いや、ほんま、冬のトナピー問題は、結構これね、いろんな大人に刺さるんちゃうかなと思ってるんやけど、どうなんやろか。あの、ほんま、市販薬ね、注意した方がいいよ。相性とかあるからね。この動画が面白いと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。